それでは時間となりましたので、えー、開始させていただきます。菊池さんによる、オールアバートテスト・オブ・フラッターのセッションです。よろしくお願いします。はいいよろししくお願いしますありがとうございます。いやーすごいですね、あの実はあのローマンガイシさんとあのクリスヘ・クリえー、クリスヘッセさんの,あのト,トラッシュトークってあの、すごい人気のありそうなところの裏番組なので、ちょっとこれだけ人を来てくださるとは思ってなかったのですごくあの嬉しいです。ありがとうございます。 はい。ではですね、あの、オールアバー,オー,バートテストオブフラッターというお話をさせていただきます。えっと、まずはじめにですね、あの、このツイートはご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。<laughs> ありがとうございます。あの、私がご発注やらかしまして、<laughs> あの、本当はですね、タイプ A からタイプ C へのコネクタを発注したかったんですが、あの、中国からですね、荷物届きまして、開封しました。あの、A, A からマイクロ USB のコネクタがたくさん入ってるんですよ。 300個これは向こうの人間違えたんじゃないかって言ってあの注文利益確認しますと、ですねなんと私たちが間違って注文していたっていう、そういうオチがついておりました。私がやりましたということで,で、すねあのまだ受け取ってないよという方がいらっしゃいましたら、あのこの後あと、企業ブースですね、ダイバースブースの方へお越しくださって、あのお一人一つ以上あのお持ちくださってください。よろししくお願いいたします はい。えっ、ー、と、まあ、茶葉はここまでですけれども、えっ、ー、と、キクッチーと申します。えっ、ー、と、株式会社ダイバースの方でですね、あのマッチングサービスの開発を主にしております。えっ、ー、と、ダイバースはですね、今まで、あの、去年の7月までミクシーグループの企業だったんですけれども、えっ、ー、と、現在 IPJ の、えっ、ー、と、小会社になっております。えっ、ー、と、フラッターのお話をしますが、私のフラッター力は大体5ヶ月くらいです。で、えっ、ー、と、テストの話をする関連なんですけれども、えっ、ー、と、アンドロイドテスト前哨というですね、あの、 ピークさんの方で出させていただいている本の共著,著者の一人です。あとですね、あの、今日ちょうど、あの、日高さんが、あの、弊社ダイバースのブースに来てくださってですね、あの、ドロイド会議の裏話とか、いろいろ、あの、していただきました、ポッドキャストを、えっ、ー、と、公開収録をしました。えっ、ー、と、こちらの URL で配信しますので、あの、ま、今日の帰り道とかに、えー、ぜひ聞いてみていただけると嬉しいです。はい。でですね、フラッター、えっと、皆さん、フラッター使ったことありますかあ、いっぱいいらっしゃる。 じゃあもう話しなくて大丈夫ですか <laughs> あ、そんなことはない。えっ、ー、と、ま、あの、フラッターで、まあの、どれぐらいできるかっていう話をちょっとだけしようかなと思ったんですけれども、あの、現在ですね、U ブライドという婚活のサービスのアプリ、こちらの Android クライアントを、えっ、ー、と、フラッターで書き直そう。で、えっ、ー、と、まあ、結構出来がいいので、iOS もこれで置き換えちゃおうかとか、そういう話をしているところです。ございます。で、えっ、ー、と、まあ、開発中の画面なんですけれども、あの、結構、フラッターでこんなにできるっていう感じです。なんとですね、あの、 テキストの入力をして、そのチャットのような画面を作るとか、こういうのもフラッターでできてしまいます。すごいですね、フラッター。で、まあ、その、えっと、フラッターを入れているサービスですけれども、えっと、こんなサービスです。日本最大級の婚活支援サービスです。はい。あの、まあ、もし、あの、結婚相手を探していらっしゃるという方がいらっしゃったら使ってください。はい。出世三枚の写真でございます。えっと、まあ、あの、We are hiring でございます。あの、フラッターかけるよという方ですね、あの、この会場いっぱいいらっしゃいますので、あの、ぜひ。 ぜひ来ていただけると嬉しいなっていうところでございます。まずはお食事でもっていうところですね。はい。よろしくお願いいたします。はい。えっと、リポジトリですね。あの、こちらもツイートでも流しました。えっと、サンプルのソースコードまとまっております。えっと、readme の方にですね、あの、このソースコードには何が書いてあるということが、あの、目次になって、えー、書いてありますので、えっと、そちらを見ていただくとですね、えっと、結構わかりやすいかなと思います。こちらもスライドと合わせてご覧になってください。 はい、えっ、ー、と、説明の流れ、こういう流れで説明をします。えっ、ー、とですね、ちょっとあの、いろいろ書いたんですけれども、書きまくったら50分で収まらなくなってしまったので、えっ、ー、と、まず最初に、えっ、ー、と、まあ、読んだらわかるだろうっていうところ以外のところを、えー、と最初3つお話をします。で、それからですね、あの、まあよあの、はみ出してしまったテーマについて、あの、この会場あの、せっかく、あの、安くないチケット代払ってきてくださっているので、あの、会場にいらっしゃる方から、あの、この話聞きたいというのを、えっ、ー、と、 伺って、えっとまあ、メニューもあるんですけど、メニュー以外のことでもあのお話ししたいと思っています。はい。なので、この時間までに何を聞待たいかちょっと考えておいてください。よろしくお願いします。はい。でまずですね、自動テストの必要性についてお話をします。まあ、テストなんですけど、まあ、今話しているテストって自動テストの話です。どうして必要なんでしょうか自分をお持ちの方いらっしゃいますかなぜあいらっしゃる。すごい。大丈夫ですか大丈夫ですかあ、いらっしゃる。 やっぱり持ってらっしゃる方は持ってらっしゃるんですね。すごい。えっ、ー、と、まあ、ちょっとあの、ここではあの、私のということにはなってしまうんですけれども、なぜテストを書くかというお話です。まず大きく、あの自分のためとチームのためです。えー、一つ自分のためとしましては、えー、とチームメンバーにこの機能が出来上がりましたと自信を持って、えー、と答えられるようにするための、えー、自動テストというのが一つ側面としてあると思います。でそして、えっ、ー、と、自分が意図していない、挙動していないということを、まあ証明 ではないので、えっとまあ、ある程度の具体例に対してですけれども、えっと、確かめながら開発をすることができるというので、えっとまあ、自分の開発のための品質の管理と、そういう側面もあると思います。そしてチームのため、えっとまあ、アプリケーションってまあユーザーインターフェースだけじゃないですよね。ユーザーインターフェースができていない段階で、ステークホルダー、例えばプログラムがまあ読めない、あのー、プロダクトのオーナーの方とか、あともうちょっとお偉いさんの方とか、えっとまあ 外注外注で作っているとか、であれば、その、まあ、発注してくださった方とかに、えっと、UI ができていない段階で、品質について説明する手段として使えるという側面もあると思います。まあ、それから、えっと、偶発的に、まあ、チームで開発していて、えっと、まあ、誰かが変更したので、一としてな共同になってしまったとか、そういったことをある程度防げるものになっているかなと思います。はい、えっと、まず、具体的に、 ちょっと今ふわっとしたお話だったので、具体的にお説明しますと、自分のための側面としては、ですね JSON をパースして、なんか延期的に移し替えたいと、そういうコードを書くケース、多いと思うんですけれども、多いですよね、多分はいありがとうございます。書いたとしますで、コード書いてて思いがちなこととかは、ですね日付部分、なんか、yyyy-mm-ddspace hh とかって、そういう形式で来るじゃないですか。 これちゃんとデートタイム型にパスできてるかなとか、不安になることありませんか私はしょっちゅう不安になります。はい。あとですね、あの、親子構造、まあ、こういう、まあ、親のメニューの一覧みたいな構造があって、メニューのアイテムっていうのが下に並んでるみたいな、そういう親子の構造はちゃんと再現できてるだろうかとか。あとですね、なぜかサーバーの都合で新規値が文字列の01で送られてくるんですけれども、 ああ、よかった。ちゃんと笑ってくださる方がいらっしゃる。あの、パールで書かれたサーバーだとかですね、結構あったりするんですよね。はい。えっと、ちゃんとこれ、んとトゥルーフォルスのブーリューにできてるだろうかとか。えっとですね、ちょっと心配になったりします。で、これをですね、あの、ま、自分の手元でテストのダミーデータを、ま、ブレックポイントで止めて、あの、ま、ラウストリングみたいなところにバーって文字列書いちゃってパースして、で、通ったから OK っていう風にしちゃうか、もしくはテストコードを書いて再現性のある検証コードとして残しておくか。 えっと、これだけちょっとあの、ま、違いになるかなと思っていて、再現性のあるコードとして残しておくことによって、あの、このコードは今でもきちんと動いているという自信を持てるようになるかなと思っています。で、そしてチームのため、えっと、ジェイソンパースして、ま、エンディニアに移し替える同じコードですけれども、ま、ジェイソンパースはできましたっていうふうに、あの、同僚の方に聞かれたとして、ま、テストコードがあれば少なくとも、この例だと期待通りに動いてますよ、というふうに、え説明ができます。 でまあ、もしそれで、まあ、同僚の方に見てもらって抜けているケースとかあったとしても、まあ、このケース抜けてるよねっていう議論がちゃんとできますよね。で、まあ、こうした誠実な回答とかできるっていうのは確かな成果というのはあの信頼の証になるかなと思っています。はい。これテストを書きたくなってきましたかね。ありがとうございます。ではテストでも、フラッタでもテストしていきましょう。ではですね、あの全くフラッターでテスト書いたことないよって方はいらっしゃいますかどれぐらいあいっぱいいらっしゃる。 ありがとうございます。あの、書けるようになっていただきたいと思いますので、えっと、知らない方向けにテストの記述と実行の基礎についてお話をします。まず、フラッターのテストの種類ですね。あの、大きく3種類あります。えっと、イニットテストとウィジェットテスト、インテグレーションテストというものが、今下から読みましたけど、あります。はい、えっと、 それぞれですね、理想的な割合というのがございますま。名前からして、なんだか、どんなものなんだろうっていうのはちょっとあの後で説明しますけれども、一番下のユニットテストがだいたい70%、えっと、それからウィジェットテストが20%、一番上のインテグレーションテストが10%ぐらいの割合になるようにすると良いという話をちょっとだけ覚えておいてください。それぞれ何かというお話をしていきます。一番下のユニットテスト、これは単体テストです。主に単一の関数とか、モジュールの挙動を確認するテストです。 ート標準のテスト用のパッケージです。でえっと、テスト API というものがあります。これを使用して記述をしていきます。で真ん中がウィジェットテストです、えっと。これが単一のウィジェットの挙動を確認するためのテストになっています。フラッターのフラッターテストという、えー、パッケージが付いてくるので、こちらを使用してテストを行います。 一番上の統合テスト、これはアプリそのものの挙動とか、複数のモジュールの相互作用を確認するためのテストですで。これは今までの2つと違って、実機もしくはエミュレーターで実行されるものです。フラッターのフラッタードライバーとドライバーエクステンションというものを使用します。ずらっとあったので、ちょっと比較表を作ってみました。 はい。えっと、実行環境とかがですね、あの、先ほどお話しした通り、インクテグレーションテストは実機で動くけれども、他が、あの、ホストマシンの DartVM の上で動くとか、あと、実行コストはですね、やっぱりじ、実機で動かすものは、Android のインストルメンテッドテストとか、あの、UI テストと同じように、あの、転送だとかで時間かかったりするので、実行コストは高いです。ただ、実行コストが高い分、その、本物のランタイムを使って動くとか、そういった点で、テストの信頼性は高くなっています。はい。じゃあ、テストを始めていきましょう。 えっと、皆さん、えっと、i n t リ l j a とか、あの、Android Studio とかを使って、えっと、開発されることが多いと思うので、えっと、ここでは、あの、i n t リ l j a の、え、ユーザーインターフェースで説明をしていきます。まず、Flutter のプロジェクトを新規作成するとですね、あの、プロジェクトのルートにテストというディレクトリがあります。中にウィジェットテストというファイルが一つだけ入っているものですね。こちらのテストディレクトリの中にテストを、え、のファイルを追加していきます。まあ、追加の仕方は、 単純であの右,クリックリ右クリックしてファイルメニューからダ、えートファイルを選択します。ファイル名はですねあのアンダースコアテストで終わっている必要があるので、えー、と名前を付けて保存しておいてください。するとですねまっさらなダ、えートのファイルが出来上がりますで、えーと。中身に書くこととしてはですね、えー、とテスト API を使用するというインポート文、でそれから通常のダートプログラムとして記述する、えー、とメイン文。 その中にです、ね、テストという関数を使ってテストケースを登録するといったことをしていきます。はい、テスト関数についてはちょっと後ほど詳しく説明をしていきます。でちょっとあのテストという関数と,あとファイルという構造が出てきたのでテストプログラムの構造についてちょっとお話をしますとテストファイルとかこの単位のものをテストスイートというふうに DAT のテストの文脈では呼んでいるようです。 でまだちょっと説明をしてないんですけれども、グループというえっとテストケースをグルーピングする関数がありまして、これで作られたものがグループ。で、その下にぶら下がるのがえっとテスト関数で登録される個々のテストケースという構造になっています。グループはなくても、テストスイートの下に直接テストケースをぶら下げるということも可能です。ではですね、基本的な構造がえ分かったところで単体テストを書いていきたいと思います。これおさらいです。 で,はですねあの典型的なテストの書き方についてちょっとテンプレートをお話ししたいと思います。こちらですね、リポジトリ公開しているえっとプログラムのあソースコードの中では、ベーシックテストという名前で公開しているえソースコードと中身が同じなので、もしえっとリポジトリ、今、ブラウザで開いてみてらっしゃる方はそちらをご覧ください。い一番上にあるのがえっとインポート文ですで。こちらがえっとテストを記述する際に必要なものですね。 であと、ダウトプログラムとして記述をしていきます。でテスト関数の第1引数は文字列を取ります。でこれはテ,、えー、テストの説明を記述するためのものです。で第2引数に、えっと、関数を取ります。で関数はと引,数なしあの引数なしの関数を登録すればよいので、えっと、基本的にラムダ式を書いて記述していくことになると思います。はいで テストの結果、例えばこれとこれが等しいとか、そういったことを比較するのにですね、えっと、ジユニットとか皆さんアンドロイド開発で使ってらっしゃると思うんですけれども、あれのアサート分に相当するものとしてエクスペクトという関数があります。こちらのエクスペクトの第一引数には、テストの結果に得られた,結果得られた値を渡すものです。 で第2引数にはですね、マッチャーという、えっと、期待する条件を記述した、えー、とクラスのインスタンスを、えー、入れていきます、えー。ここの1つ目のエクスペクト文では、アクチュアルにこちらの文字列ですね。で、第2引数のマッチャーには、えっと、isNotEquals この引数となっているので、えっと、これとこれは、えー、等しくないといったことを期待するという文章です。ので、こちらのエクスペクト文は、まあ、この文字列と この文字列が違いますので、このエクスペクトはえと通過します。2つ目、エクスペクトが書いてあります。これで、こちら、第1引数はまあ何かしら文字列なんですけれども、第2引数にえっとマッチャーではなく、直に文字列が入っています。エクスペクトの第2引数というのは、実はあのダイナミック型でと何でも値を取るんですけれども、マッチャーではないインスタンスが入った場合は、第1引数と,えっとイーコールズマッチャーで比較をします。 ので、えっとまあ、同じかどうかというのを確認するという挙動になっています。でですね、えっと、皆さん DART でプログラムを書くとなるとですね、あのひどき処理いっぱいあると思います。えっとまあ、この場合もですね、あのフ u ーチャーを使って、えっと、取ってきた値を、えっとまあ、エクスペクトでアサーションしたりとか、そういった場合は DART、ね、の await 分を、えー、使うことができます。 でアウェイトするためにはですね、もちろんあの関数が Async 関数になっている必要があります。で、テストの第二引数は Async 関数も取ることができて、通常のテストのテストケースと同じように実行できます。はい。ではですね、テスト関数、結構あのオプションの引数が多いのでそちらの説明をします。まずスキップですね。えっと、こちら文字列を取ります。で、文字列を取るのはその飛ばす理由を書くためです。 理由を書くとテストレポートの方にですね、あのなぜスキップされたのかというのが出力されます。同じくスキップの管理で言いますとあのテストの関数ではなくてエクスペクトの方にも実はスキップのオプション引数があってこちらにもあの同じように理由を書いておくことでスキップをすることができます。またあの時間のかかるテストについてはタイムアウトを設定したいという場合がもしかしたらあるかもしれません。 こういった場合は、えっと、タイムアウトオプション引数、えっと、こちらにタイムアウトのインスタンスを渡すと、えー、タイムアウトしてくれます。またですね、あの、ちょっと不利益、あの、不安定なテストについては、えっと、何回か繰り返せば成功するかもしれないんだけどっていうケースがあるかもしれません。えっと、そういった場合はですね、えっと、リトライのオプション引数に、えっと、イント型で回数を渡すと、指定した回数だけリトライしてくれます。 あとは、先ほどテストの構造でちょっとお話ししたグループですね。こちらを使ってグルーピングをすることが可能です。でグループもですね、第1引数にそのグループの説明、で第2引数にテストとか、また別のグループを記述するためのテストケースの登録をする関数になります。<お>はい、でそのグループはですねいくらでもネストすることが可能です。Intelligent のテスト結果でも階層的に表示することができます。 でグループもテスト同様にスキップ、オプション引数を渡すことでスキップは可能です。はい。では、ちょっとテストケースをかけたので実行していきましょう。インテリジス系の ID e ですとですねあの、標準ではテスト実行用のラン,コフィランコンフィギュレーションがないので、えっと、自分で登録してやる必要があります、えっと。エディットコンフィギュレーションズから、えっと、このプラスのボタンを押して、えっと、フラッターテストを追加しますで。テストスコープをオールインディレクトリー。 にしてテストするディレクトリーをプロジェクトのテストディレクトリーのありかに設定します。でですね、あでその後、えっと通常のンボタンを押せばプロジェクト内のべての、えーラえー、プロジェクト内のテストディレクトリーに入っているすべてのテストスイートを実行することができます。 で個別のテストスイートのファ,ファイル単位で実行したい場合は、ですねそのファイルのえっとメイン関数の隣にですね三角が2つ重なったアイコンが出てきます。でこちらを押すと、ですね、あのー、これ、ランしますかっていうのが出てくるので、そこから実行してください、はいで。特定のグループとかテストケースのみを実行することもできます。こちらも同じくですねあのガーター領域に出ている三角形を押して、ランを選択してください。最近のフラッター えー、プラグインのバージョンアップで、r u n についてですねあの2つ選択肢が出るようになっていることがあ,あるかもしれません。えっと、ベゼルを使った実行とそうじゃない実行がありますけれども、えっと、私が試した感じだと、ベゼルで使った実行は何でしょうあの通常のフラッタープロジェクトとうまく動きませんでしたので、えっと、通常の実行の方を選んでください。はい、あと、ですねあの CI でコマンドラインからテストを実行することも多いと思います。 プロジェクトのテストを全実行する場合は、プロジェクトルートでフラッターテストというコマンドを打てば全実行されます。特定のファイルのみ実行したい場合は、えっと、テストの、えっと、引数にです、ね、テストのソースコードまでのパスを記述してください。これそれでこの特定のファイルのみ実行できます。特定のテストケースのみ実行したい場合はです、ね、ネームオプションをつけて、えっと、テストケースの文字列を記述してください。でテストケース丸々、まるまる一致している必要はなくて、と正規表現で、ね、マッチするものを探しに行っています。 ので、同じような命名規則でついているテストケースをえっと複数さらって実行したいといった場合は、正規表現を記述することでそれが可能です。はい、で、まあ、実行しました。結果はこのようになります。d i n t l y k の ID ですと、まあですね、このようにあの失敗したものについては罰がついたりとかしていますし、スキップがあるものについては、あごめんなさい、ねえっとス、スキップしたものはですね、あのちゃんと飛ばされて成功した扱いになってたりとかします。 でグルーピングしたものについては、このようにネストができています。はい。えっと、皆さん、テストをするときにですね、あの、まあ、事前になんかダミー出た読み込んでおいて、テストで使って、使っておきたいとか、そういったことあると思いますので、事前処理と自己処理について説明をします。はい。あと、あ、すみません。えっと、セットアップオールという関数がありまして、でこちらで、ね、えっと、テストスイットこのファイルとニエリーコールなんですけれども、 の一番初めに一度だけ実行する初期化を書くことが可能です、はいで。セットアップというまたちょっとオールがない関数もありまして、こちらはですねあの各テストケースの実行前にあの一度実行されるものですで。セットアップがあるんだったらバト処理用でティアダウンがあるはずですね。はい、ティアダウンがあります。えっと、ティアダウンは、えっと、各テストケースの実行後に一度実行されます。 でティアダウンオールはこのテストスイートの一番最後に一度だけ実行される。そういった後処理ですで。グループでアップする場合はですね、そのグループの中でもセットアップとティアダウンを書くことが可能です。でただ、グループの中でセットアップを変えた場合はですね、外のスコープの、えー、セットアップの方が先に実行されますので気をつけてください、えー。ティアダウンについても同様ですね。外のティアダウンの方が後に実行されます。 で通常のテストケース、このテストケースを実行する,するとなった場合は、えっと、このグループの外のセットアップがまず実行されて、グループ内のセットアップが実行される。でテストケースが実行された後に、グループ内のテスト、えー、ティアダウンが実行されて、グループ外のティアダウンが実行されると、そういった流れになります。ただですね、特定のテストケースだけ特殊な自己処理があるよっていう場合がもしかしたらあるかもしれません。こういった場合はですね、テストケースの中で addtierdown という関数を呼んで、 このテストケースの直後だけで実行したい事後処理を、えー、ラムダ式で記述すると,、えー、と、このテストケース終わったあとだけ処理が実行されます、はいまあ。ちなみにですね、テストケースの実行というのは、あの記述したテストスイートのメイ,ン文が終了しあメイン関数が終了した後に実行されるので、テストに含まれない部分というのはテスト実行よりも後に評価されます。これはあのテ,ストあのテスト関数というのがテストケースを登録するという処理をしている都合です。 で先ほどのソースコードを実行しますと、メイン文の一番最後に出ていたはずのアウトオブテスト、これが一番先に実行されて、メイン文が終了した後にセットアップボールが実行されて、テストケースごとにセットアップとティアダウンが走ると。こういった順序が見えると思います。ここまででえと全ての基礎になる単体テストについて説明をしました。次はえとフラッター特有のウィジェットテストです。 はい、単一のウィジェットを主に確認するためのテストですね。確かめられることは、まああの、主に単一のウィジェットの、えー、動作確認なんですけれども、複数のウィジェットの相互作用も、まあ、一応あの確認することができます。というのはあの、そのウィジェットの中に複数のコウィジェットを含んでいるといった場合で、えっと、複数のコのウィジェットがどう動いているかなとか、そういった相,相互作用を確認するものです。ただ、見た目の検査ができるわけではありません。皆さんご存知 ご存知ですよねご存知ない方いらっしゃいますかこの画面。大丈夫大丈夫なはず。はい。あの、フラッターのプロジェクトを一番初めに、えー、と生成するとあの、勝手にできるあのサンプルの、えー、ソースコードです。ので、皆さん、挙動はご存知だと思います。一応説明しますと、このプラスボタンを押すと、真ん中の今、0と表示されていますけれども、ここのカウンターが1、2、3、4とカウントアップしていくと、そういった挙動になっています。はい。これをテストする、えっ、ー、と、テストコードですね。はい。これも見覚えありますか あの一番初めにですねあのプロジェクトをせ、あのー、生成すると入っているウィジェットアンダースコアテストというファイルの中身のコメントを日本語訳しただけです。はいえっとまあ、一応説明をしますと、ですねあのフラッターテスト、こちら読み込まれている必要があります。あとですね、えっと、こちら、あのー、アイコンを使ってウィジェットを探すということが可能なんですけれども、そのためにはですねあのマテリアルパッケージ読み込む必要がありますので、えっと、こちらそのためにこちらインポートされています。 あとですね、自分で作ったこのマインアップですね。こちらをえっと呼び込むために、メイン関数あ、あメインが抱えているばッ準ジを読み込んでいます。はい。では、テストを記述していきましょう。先ほどはテスト関数でテストケースを登録していったんですけれども、ウィジェットテストの場合はテストウィジェッツという関数を使って記述をします。こちら、引数だとかはテスト関数とほぼ同じです。第一引数にえっと説明する文字列を入れます。第二引数がちょっと変わっているんですよ。 えっと、同じく関数を取るのは取るんですが、えっと、テスト関数は引数なしの関数を取ったんですけれども、テストウィジェットはウィジェットテスターという、えー、クラスのインスタンスを引数に取るようになっています。はい、でこれ、何に使うかというと、ですねあのウィジェットを仮想の画面に展開したり、その仮想画面のフレームを進めたりするのに使用します。はい、でウィジェット、このマイアップ、あの先ほどのですねあのこちらの画面がマイアップという名前が付いています。 これをえっとインスタンス化して、画面に展開してフレームを進めるというのは、このテスタンのパンプウィジェットという関数を呼び出して行います。こちら、フューチャーを返すので、アウェイトする必要があります。はい、でそれから、カウンターが0であることを確認しましょう。これも Expect を使って確認します。でえっと仮想画面の中のウィジェットを探す場合は、Find と,というえっとグローバル変数に、いろんな Finder というクラスのインスタンスがまとまっていますので、そちらを使っています。 で今回はですね、0というテキストがあるウィジェットを探してくるというのがここで書かれていますで。マッチャーはですね、ウィジェットにまたちょっと特殊なものがいくつかあります。でファインズワンウィジェットというのは、こちらは画面内にただ一つそのウィジェットが存在するというのを確認するためのマッチャーです。でなので、えっとこ、このエクスペクト部分2つでは、0というテキストになっているウィジェットがただ一つだけ存在して、1になっているウィジェットは存在しないということを確認しています。 はい、でそれからですね、画面の操作をしなくてはなりません。とその場合はですね、あのウィジェットを探して、また何か操作をするということをします。こちらもですね、あのファインダーを使って、ファインド・ by アイコンというもので、アイコンから、えっと、そのアイコンを表示しているウィジェットを探すということは可能です。はい、でここで、のアドですね、プラスのボタンの、えー、プラスのアイコンの、えー、何かしらを探してくるということをして、えー、ウィジェットテスターでタップをしています。でそして そのタップされたことをですね、あの、マイアップ皆さんご存知だと思う,思うんですけれども、ステートフルウィジェットです。で、それが画面に反映されるのを待たなければならないので、フレームを進める必要があります。こちらはテスターのパンプというのを呼び出してフレームを進めています。はい。で、そしたら、えっと、先ほど0で表示されていたカウンターが1になっているはずですね。ですよね。はい。で、そちらを確認するために、今度は0が存在しなくて、1が1つ存在しているというのを確認しています。 こちらの、の結構先ほど仮想の画面とかいったお話をしたので、ちょっとだけ解説をしますと、ですねあのそういったことを解説していきます。でまず、ですねあのテキストウィジェットあるじゃないですか、皆さんよく使うと思うんですけれども、画面表示する時に、えっときに。それよりも、えっと、ツリーの、ウィジェットツリーの上位の方にですねあのディレクショナリーというウィジェットが必ず必要になってきます。 あまり見覚えはないとは思うんですけれども、実はマテリアルアップってあのメインの関数を書くときに皆さん使ってらっしゃると思います。あれの中にディレクショナリー含まれています。えっと、これがないとですねあのテキストの,あの向きが決まらずに表示できないという問題が発生します。はいでえっと、なのでテキストが入っているちょっとしたウィジェットの操作だけしたいなというときには、必ずあのマテリアルアップなりディレクショナリーでリラップしてやる必要があります。はい、であとあの先ほどちょっと言った仮想画面。 なんですけれどもあの、デフォルトのサイズは 800×600 ですあの。リストをスクロールする際などにですねあの、ちょっと気をつけていただければいいかなと思います。あの設定を変える場合はですね、あの先ほどのテス,テストジェ、えー、ウィジェットテスターの、えー、とバインディングというところから、えー、とサッサセ,セットサーフェースサイズというメソッドが入っていますので、えー、とこちらにサイズのインスタンスを、えー、突っ込んでやると画面のサイズが変わります。あとですね、あのー、あウィジェットテスト まあ役割というか立ち位置としては、Android のインスルメンテッドテストをロボレクトリックを使って実行しているような感じなんですけれども、そちらと比べると API が全然充実していないなという印象です。特にあのリストビューのスクロールなどがですね、特定のウィジェットが出てくるまでスクロールみたいなそういう便利な関数がないので、指定の座標分だけスクロールするというのを繰り返さなくちゃいけなくて、とにかく辛いです。今後テストの人口がですね、増えていけばライブラリの開発によって便利になっていく可能性はあるかなとは思います。はい。 ウィジェットテストの方がちょっと書き、えー、足になったんですけれども、時間が足りないので、もうちょっと書き足統合テストも説明します。はい、えっ、ー、と、こちら、先ほどお話ししました実機でテストをするものですね。確かめられるのは実機での挙動です。で、Android のインストルメンテッドテスト、UI テストとほぼ同等なのものだと考えていただければいいかなと思います。動作のイメージとしてはですね、あのあまずあの、テストのコードからアプリケーションを操作するためのドライバーというのを有効にしたアプリケーションを、えっ、ー、と、 ススマーートトフォンンの端末側にイルしますでそして、ホスト VM の方で動いているテストケースから、フラッタードライバーというクラス経由で、えー、アプリケーションの方を操作して、操作しながらテストケースを実行していきます。はい、でアプリケーションの端末の側は、えっと、それを、えー、それの操作通りに実行して、結果をのホ,ストあホストのマシンのダート VM の方に通知します。そういう動作イメージです。 あとですね、こちら、プロジェクトを作ったらすぐ動作っていうわけにもいかずですね、あの事前の設定が必要です。あの依存関係を記述する pubspec.yml の方にですね、devdependencies 以下に flutter ドライバーというのと test core というライブラリの依存関係を追加してやる必要があります。test core の方はですね、あのバージョンが flutter SDK に含まれている d a トの SDK のバージョンに左右されますので、適宜変更してください。 はいこちらですね、i n t e l i ェンのプロジェクト新規作成で、えー、生成されるひな型には含まれていませんので、えー、記述が必要です。えー、とこちらですね、えーと、テストのファイルの置き場なんですけれども、えー、と先ほどの、えー、と単体テスト、ウィジェットテストはテストディレクトリに置いていましたが、投稿テストだけはテストドライバーでちょっと別のディレクトリに置いて説明をします。はい でですねあとテスト実行の前に、Android エミュレーターとか i o s エミュレーターとか、あとあの実機をホストマシンに接続しておいてください。これで準備ができます。では、テストを書いていきましょう。先ほどのウィジェットテストで使用したサンプルのアプリケーション、あれをそのまま使っているというイメージで聞いてください。いまずですねドライバーを有効にしたアプリケーションを用意しないといけません。そうしないとテストコード側から端末を操作できないからです。 そのためにですね、フラッターのドライバーエクステンションというパッケージを読み込んでおいて、自分がそのテスト対象にするアプリケーションのメインが含まれているパッケージを読み込みます。でその後メインの中でですね、あのまずはドライバーを有効にします。Enable Flutter Driver e x t ン n という関数があるので、こちらを実行します。でそして、プロダクションのコードの方のメインを実行して、アプリケーションを起動してください。 でテストのコードの方ですね。こちらは、えっと、フラッタードライバーのパッケージを使用します。でそれからですねテストコアのパッケージも使用します。でこのテストコアというのは、ですね先ほどまで使用していたテスト API を、えっと、もうちょっと拡張してラップした、えー、ものになっています。はいでえっと、実機側の操作をするために、ですね先ほどちょっとお話ししたフラッタードライバーというクラスを使用します。でこれを保持するメンバーをあ変数を用意しておいて、まあ、事前処理として、えっと テストスイート起動時にフラッタードライバーのコネクトという関数で実機とテス,トコテストしているコードを接続します。で、処理が終わったらばそのドライバーの方をクローズします。はい。カウントアップできていることをあの先ほどのですね、ポチポチ押していくとカウントアップしていくアプリケーションを確かめていきましょう。こちらですね、ちょっとソースコードの方が、ソースコードの方が、あれ、用意してると思ったんだけどな。 すいません。えっと、ありました。えっと、このカウンターという変数、見えますか後ろの方見えないよとかあったらちょっと手を挙げてください。見えます大丈夫そうですね。じゃもうちょっとだけ確認して。えっと、このカウンター変数を表示しているこのテキストっていうのは、先ほどのサンプルアプリの画面の真ん中に表示されていたものだっていうのは分かりますよね。 はいえー、とそちらの方にですね、キーという、えー、オプション引数で、えー、カウンターという名前のキーを設定しています。これが、あのー、統合テストの際は、えー、と後で使えますので、ちょっと覚えておいてください。同じくですね、えー、とフローティングアクションボタン、えーと、こちらのプラスのアイコンの押していくボタンの方ですね、こちらの方にもインクリメントというキーを設定しています。はい、こちらも覚えておいてくださいで。何に使うのかと言いますとですね、あのー、ファイン えっと先ほど、ウィジェットを探す際に使用します。なぜかと言いますと、これ以外にあの統合テストでウィジェットを探すのが非常に大変だからです。えっと、統合テストでその画面上のウィジェットを探す場合も、ウィジェットテストと同じくファインドという関数にえっと実機テスト用のファ,インファインダーがまとまっています。でこちらのファインドバイバリューキーというのを使って、先ほどのカウンターの方を ウィジェットを取得して、そのテキストの内容をえっとフラタードライバー経由で取得します。で、これがゼロであることをまず確認して、初期状態はカウンターがゼロだよというのをこの1行目は確認しています。そして、ドライバータップで、インクリメントのキーを指定されたウィジェットを探してきてタップするということをします。そうすると、カウンターはゼロから1に増えているはず でですので、えー、と1行目と同じような操作でソース、えー、とカウンターの値が1になっているというのを確認しています。はい、これで投稿テストできます。簡単ですね。はいえー、と実行する場合はです、ねえー、とコマンドラインからフラッタードライブというコマンドを使います。であと、オプションのターゲットで先ほど記述した、えー、とテストコードのうちのドライバーを含めたアプリケーション側のコードを指定してください。 でドライバーの方のファイルを指定すると、ですね命名規則を揃えてテストスイートを勝手に探して実行してくれます。この場合は、ですねメインアンダースコアテストという名前になっている、えっと、こちらのテスト側のコードが実行されます。はいで、えっと、ちょっとコマンドラインの方法しか書いてないのはです、ね、Intelligent の f l u t t e r プラグインの方では、どうやら f l u t t e r ドライブコマンドに相当するランクコンフィギュレーションが今のところないみたいなので、私は見つけられませんでした。はい ので、コマンドラインから実行してみてください。はい。えっ、ー、と、ジップスです。先ほどお話ししたようにですね、キーが指定されていないウィジェットの創作が非常に難しいです。デフォルトで用意されているですね、そのファインダーの種類が少ないというのと、えっ、ー、と、まあ、ウィジェットテストのときのように、ウィジェットが一つもないとか、そういったことを確認するマッチャーが、えー、とないのが原因かなと思っています。ので、えーと、先ほどのサンプルのコードのようにですね、主要なウィジェットにはキーを与えておくと良いと思います。 またです、ね、あのこれは豆知識程度なんですけれども、えっと、フラッタドライブコマンドにオプションを渡さずにデフォあの実行するとですね、あのデフォルトではあのアプリケーションのコードが入っているリブメインのダ a をインストールしてテストをしようとしますが、皆さんリブメインはプロダクションのコードを置いてますよね。ので、それはテストに使うわけには当然いかないので、先ほどはディレクトリを分けました。 はい。ここまでで、えっと、まあ、実行の基礎の方ちょっとお伝えしたんですけれども、何分ぐらい経ってますもう30分ぐらい経ってますよね。はい。駆け足でいきます。えっと、設計のアドバイスの方お伝えしていきたいと思います。えっと、依存性注入。依存性注入ご存知ですかご存知の方。あ、じゃあもうこの人飛ばしていいですかね <laughs> すいません <laughs>。あ、じゃああの、パッと、パッと読んでいきます。あのですね、あのー、 ダートとかでクラス書くじゃないですか。でクラスの中でですね、あのまあ、例えばメンバーで Depender クラスっていうのが DependD というのをメンバーで書かれたとします。d e p e n d ーのコードを、えーとまあ、使っ実行したいとで。その時にですね、テストを実行する際にこのディペン d e p e n d ーは、まあ、本物だと、まあ、サーバーとかに通信しに行ってデータ取ってきちゃうんだけど、そうじゃなくてあの自分のテストケースごとに、まあ、あのこういうの失敗する場合のレスポンスとか、成功する場合のレスポンスとか、そういったものを変えたいよ。 っていう場合にですね、まあ、サーバーに通信しに行く d e p e n d クラスをそのまま使うわけにいかないじゃないですか。はい。まあ、そうなると、本物じゃない DependD が欲しいなと思うわけですよ。本物じゃない d e p e n d というのはですね、Mock と、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、マスライドの中では呼びます。で、ね、これの Mock というものを使って、この DependD を他のものに変えたいなという要求を書き直すとですね、あのまあ、DependD は本物もしくは Mock だって欲しいと、そういう要求になります。 まあですところがですね、この Depender クラス、コンストラクターで d e p e n d ンのインスタンスを生成してメンバーに渡してるんですよ。でそうするとですね、Mock とこいつ変えたいんだけど、本物を取り替えたいんだけど、どうやって取り替えたらいいのってなりますよね。なりますよね。ありがとうございます。で、そうなった場合ですね、まあ、取り替えが効かないので、取り替えが効かませんで。取り替えが効かないというこの状態のことを依存しているというふうに呼びます。でこの場合は、えっと、d e p e n d e ーが DependD に依存しているというふうに言います。 はい、ではですね、あのー、ちょっと変えていきましょう。まあ、先ほどと同じように、Mock を使ってテストケースごとに DependD を別のものを使いたいと。今度はですね、コンストラクターから DependD を取ってメンバーに持つというふうにしました。はい、そのようにするとですね、まあ、Mock の,のインスタンスをここに入れれば、Mock のメソッドが呼べて、本物のインスタンスをコンストラクターから渡せば、本物のメソッドが呼べるというふうになりました。 これをですね、あの、クラス、まあ、もしくはスコープ外部から依存対象を渡せるようになったというふうに表現します。こういったことが可能になっている、まあ、もしくはこういったスコープ外からインスタンスを入れるということを依存性注入と呼びます。はい、よかったですね。わかりました。はい。まあ、皆さんもうわかってらっしゃったので大丈夫かなと思うんですけれども、はい。ではちょっと今後、えっと、テストのアドバイスとして、テストのコストについてお話をしたいと思います。 テストって皆さんあの、やっぱり書こうと思ったんだけど、やっぱ書くの難しいなって感じたことある方、ちょっとどれぐらいいらっしゃいますかやっぱりいっぱいいらっしゃいますよねで。テストを書くの難しいなって感じる、この難しいなっていうのは人間がコストを感じたときです。人間はあの何かしらコストの高いことをしようとするとですね、まあ、難しいな、めんどくさいなというふうに感じがちです。でそのコストについてちょっとお話をします。 えっと複数のモジュールの相互作用を確認するというのと、単体の動作確認をしましょうというのと、どちらの方が手を出しやすいですかとなると、単体のテストの方ですよね、当然。一番初めにですね、イニットテスト60%、ウィジェットテスト20%、インテグレーションテスト10%の割合にしましょうっていうお話をしているのは、ここ,ここがえ根拠になっています。動作の簡単な、確認の簡単なテストの方の割合を多くして、 いきましょうということとこですねあと、フラッター使ってらっしゃる方で、プラグイン使ってらっしゃるよ、何かしらのプラグイン使ってらっしゃるよって方いらっしゃいますか皆さん、あまり手が上がらないということは、皆さん、ピュアダートで全部頑張ってらっしゃるということですかすごいですね、シェアドプリファレンスとか使いませんか、はい、とシェアドプリファレンスだとかですね使用する場合は、ですねあのプラットフォームの機能を使用するプラグインという機能を、ね、使用していることになります。でこちらを使った機能の場合は、ですねメソッドチャンネルというダートの機能を使って、 フラッーの機能を使ってプラットフォームをまたぐということをします。でこちらを使った機能はですね単体テストだけでカバーをするのは実質不可能です。というのも、メソッドチャンネルをまたいだ先のコードを、えっと、テストコードの中で目視しないといけなくなって、ですねあのそうするとプラ実質プラグインを自分で開発していると、だんだん開発しているというような状態になってしまうからです。まあ、そうなっては意味がないですね、はい。あとですね、テストコードって書いたらおしまいじゃないですよね。 あと何か増やしていったりとかモジュール変えたらまたそれに合わせてテストコードを変えたりとかしなくちゃいけないじゃないですか大変ですよねということで講習が必要ですでチームが、えー、テストを書くこういったコストを捻出できないのであれば私はその部分はテストを書かないという選択肢はありだと思っていますはい、まあ、自動テスト、まあ、コツ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 積み重ねていってでだんだんプロダクトが安定してきたら、まあ、テストコードそんなに書き換えないでも まあ、破損してないよねとかそういったことが確認できるようになっていきますので自動テストは,始め,は、えー、と始めるコストが高くて継続するコストは小さいコストあテストだというふうに考えてくださいで人力テストが、まあ、自動テストの対象としてありますで人力テストはです、ねまあ、最初に、まあ、人に対してどういうふうにテストしてねというのを教えなくちゃいけないのでそれなりにコストはかかるんですけれどもテストコードと違ってです、ね、人間はあの一度教えたらなんかだんだん自分でついていってくれるじゃないですか そういう意味ではですね。あの非常にあの何でしょう？あの準備が楽ちんではあるんですよね？はい。ただ、人間を雇い続けるとお金がかかります。そうですよね。タだで雇われてる人いないですよね。大丈夫ですよね。タので雇われてたらロキしに駆け込んでください。はいで、まあそうなるとですね。どうしてもあの自動テストと人力テストとかか,かるコストが違ってくるよ。っていう、そういう損益の分岐点が出てきます。 でこちらの分岐点を超えるまで自動テストを続けられるかどうかというのが、えっと、ちょっとテストを続ける上で考える肝になるかなと思っています、はい、先ほどお話しした通りですね人道テストというのは初期コストが大きくて継続コストが小さいテスト方法ですでそして人間はあの超優秀な全自動アサーション関数なので準備は楽しんですで長期的に運用して人力テストのコストを下回れるのであれば自動テストでもいいんですけれども 長期間運用するかどうか怪しいテストについてはコストを回収できない可能性が高いと考えてください。ので、えっと、まだ仕様が定まってない機能とかありますよね。仕様が定まってないけど、なんかちょっと動作みたいなっていうふうにプロダクトオーナーに言われてちょっと作るみたいなのあるじゃないですかで。そこに対してがっちりテスト書いておいて、なんかできましたよってなったんですけど、機能検証してみたら、あ、ちょっとこれいらないなってなったときはテストをどごとことすって消さないきゃいけないですよね。悲しいじゃないですか。 でこれは継続してコストを回収するということができていないのでそういったことになる可能性が高いものについてはテストを書かないという選択肢を取るのは十分ありだと私は思っています,でです、ね。特に変わりやすいとなるとユーザーインターフェース変わりやすいですよね。はい、ので変わりやす辛いドメインロジックの方のテストを増やすとかそういった工夫をしていくと元を取れる可能性があると思いますのでそちらの方にテストの比重を移していくといったことをお勧めしたいなと思っています。 はい。無理しないでね。という感じです。はい。あと、あと何分ですか ?7 分程度ですよね。はい。ちょっと時間がないんですけど、テーマに沿ったお話をします。お話できるお品書きはこちらです。が、それ以外のことでも構いません。何か、あのー、まあ、テスト前書、一応あの、著者の人間でもありますし、プラッタンもなんだかんだ5ヶ月ぐらいやってるし、 ちょっとテストについて、まあ、ここにあることでもないことでも聞いてみたいよということがある方、ぜひ手を挙げて聞いてみてください。お願いします。ないですかなかったら、なかったら私が一人方あはい、何ですかはい、この中でおすすめですかはい。それ、あの、手が上がらなかったら話そうと思ってたことです。ありがとうございます。じゃあちょっと、あの、もう他に手が上がらなければ、あのその話をします。はい。 はい、はい。スキップ関数の説明を、はい、先にしました。はい。なるほど。えっと、今、ご質問いただいたのは、えっと、スキップするのと、場合によってはフェールした場合が良いテストがありますが、その、えっと、分ける戦略ですね、そちらについてはい分かりました。えっと、テストを、えっと、スキップする、もしくはフェールするといった場合についてはですね、 えっと、まあ、その、えっと、スキップする対象のテストをフェイルさせるというのは、この機能ができ、まだ出来上がっていないよというのを、えっと、開発陣に明示的にしておきたいという、そういった動機で間違いないでしょうかあ、あげてますね。ありがとうございます。えっと、そういった場合はですね、あの、まあ、フェイルしておくというのは一つ手だと思います。が、まあ、えっと、まあ、CI だとかで回している環境に、えっと、持ち込むと、あの、うでしょう、他のテストがフェイルしているのか、 そのまだ出来上がっていないからフェールしてあの明示的にしているものが,がフェールしているのか、区別がつかなくなってしまいますよね。そういったケースで,えっとまあでしょうメンバーのテストレポートに対するリテラシーが高くてあのテストが落ちたら原因を必ず調べに行くってそういったメンバーだけで構成されているのであればえっとそこはまだ出来上がっていないからフェールしていますというふうなことを書いてフェールさせておくのはありだと思います。 えとただ、そういうテストについてまだ慣れていないメンバーが多いであるとか、なんか、CI のステータスがレッドになったっていう風なので、ちょっと感情が揺らいでしまう方があのいらっしゃって、精神衛生上良くないとかありましたら、そういった、まだ出来上がっていないからという理由でフェイルするコードはプッシュしない方が良いかなと、個人的には思います。そちらはちょっとメンバーの方の特性に合わせてえっと選んでいただけると良いかなと思いますが、答えになっていますでしょうか。あ,ありがとうございます。 はい、では、他に何かありますでしょうかはい。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 えっと、メトリックスを見るときのレポート出力のライブラリ。えっと、ごめんなさい。ちょっとそのあたりは調べが足りてなくてですね、あの、HTML だとかで見やすく出力してくれるっていう意味で大丈夫ですかすみません。ちょっと調べが足りてないです。そうと、そのあたりを見やすくしてくれるレポートについては、えっと、思い当たるものが、 ありませんすみません。が、えっと、一応ですね、えっと、テストをですね、コマンドラインで実行するとですね、いくつか面白いのが見えるので、ちょっと、お見せしたいなと思っています。ちょっとですね、今、フレーキーなテストがあって、そいつだけコメントアウトしちゃいます。で、ここ拡大できるかな。あ、ごめんなさい、ちっちゃい。えっと、 今ちょっと細かすぎるのであれなんですけれども、もしあの手元にコンピューターあって、スライドのえっと最初の方に書いているリポジトリからコードをクローンしてきたよという方がいらっしゃったらば、フラタテストコマンドを実行してみてください。テストのレポートがですねコマンドラインで表示されます。エラーが起きた場合だとかはですね、きちんとスタックストレスが表示されますし、進行状況において、これ いくつ成功して、いくつスキップして、いくつ失敗したよみたいなのが表示されたりはするので、多少見やすくはな、コマンドラインのままでも多少見やすいかなとは思います。だっただちょっとテストカバレージだとかについては、あのー、もうちょっと見やすくする方法はごめんなさい。ちょっと私の勉強不足で調べてはいないです。ただ、おそらく DAT 関係、あの、テストのライブラリ結構充実しているので、DATPub の方検索していただけると見つかると思います。多分はい、すみません。これで答えになっていますでしょうか。ありがとうございます。 残り時間があと2分になってまいりましたが、はい、他に聞きたいこととか、はい、どうぞ。はい。はい。はい。あのモキート、あ、分かりました。あの、今いただいた質問は、あの、おあの私があのちょっとタイムテーブルのお品書きの中に書いたモキートというワードについて、えっと、あれは Java のあのモキートですかというご質問ですね。はい。ありがとうございます。えっと、ではですね。 はいえっ、ー、とスライドの方をご覧くださいモキートについてご説明をしますローディングが長い長いぞあと1分だあと1分だ頑張ってグれグルグルスライド出てこないなぜだ出てこない出てこないじゃあちょっとこのままやりますはいえっ、ー、とモキートってこれっていうことですよねはいそうです というのもですね、モキートという名前の DART のライブラリが実はパブにございます。検索してみてください。あります。はい。えっと、こちらですね、MockLibrary for DART Inspired Mokito、ok、と書いてあって、ここのリンクは先ほどの、えっと、このモキートのページに飛んでいます。ので、このモキートに似せて作られた DART の、えー、ライブラリが実はあります。 API だとかも結構似ておりましてですね、えっとまあ、説明しちゃうとちょっともう時間がないんで、あとはスライド読んでいただきたいんですけれども、この、えっと、114ページ目あたりより後ろのほうにモキートの使い方書いてありますし、リポジトリの方にもですねモキートを使ったテストの方法が書いてありますので、そちらご覧になってください。はいえっと、時間になってまいりました。はい、はいはいで 皆さん、この次の休み時間からテスト書けるようになったと思いますので、書いていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、くーさん、ありがとうございました。